はい、マースのたわごとオープン、ディディと一緒、もう夜ですね。はい、早速ご質問なんですが、マースさん、この世界はとことん闇と化してしまっています。どうしたら良くなるのでしょうっていうね、ご質問にですね、マースがこれは個人セッションのやつをまた持ってきたんですね。何度もお伝えしているように、分離分かたれ自我を信じた人類はこのようになってしまうということに残念ながら尽きるのではないでしょうかね。分離分かたれ、自我を信じれば、この自我っていうのはまあカルマなんですね。分かたれ、言葉、あと五感、まあ名称付けですね。知識の果実ってやつですね。で、これで分かたれたと信じた人類は、すべてが一体だという価値観を失ってしまったんです。すべてが一体の未知なる神の夢のような神秘なるところだという科学的事実から逸れてしまったんですね。まあそうなると結果として、それはもうやむを得ないことになりますね。すべてのものが科学的に一体であるという気づきを持った人類であるなら、こよなく美しい創造主体、要は、神とも呼びますね。創造主体が元から作っていた楽園と自然となっていくことでしょう。すべては人類の科学的一体性への目覚め、気づきに今かかっているのです。ね。この世界の未来があるかないか、ある意味今までね、自我分離世界をね、天は耐えてきた、神は創造主体は耐えてきたと私は思います。で、今回はね、もういい加減私たちが目覚めるところに来てるんだと思うんですね。釈迦もイエスもみんな、目の開いたね、ブッダとか、和尚とかね、クリシャムーティとか、みんなね、自我の終焉、ノーマインド、無我、ね、私などないよと。だからこそ、ね、他でないから、殺す中で、騙す中で、いじめる中で、でね、あらゆるものが目の開いた意識の高い人たちがずっと言い続けたけど、人類は聞きませんでした。今も誰も聞きません。未来がないと思います。このことを聞かないで来たのは私たち人類です。で、聞かないで生きる人たちは自らを罰するでしょう。すべては人類の科学的一体性への目覚め、気づきにかかっているのですというふうにね、お答えしております。それが起こらなければ、このような闇の世界となって当然であるでしょう。殺し合う世界で当然であるでしょう、ね、苦しい人生当然でしょう。戦う人たちとね、出会うわけですから、戦う人たちは戦う人たちと出会いね。今リリがおもちゃを噛んでます。戦う人とね、
戦い合う人がね、出会う。でで、でで。愛は悲しみに乗せてと、今日は永遠を生きる。とどめなく分かたれて人々へ押し寄せてくる。苦しむ、自我で苦しむ、分離で苦しむこの世界、あなたの悲しみの涙、分かたれた世界はまるで不死鳥のようによみがえり続ける。自我の世界、分離の世界、本当は一体なのだけど、で一体を保つために分離すると電子がきれいに回らなくなり、汚れとなり、ね、体的にもきつくなり、あらゆることがトラブルになっていきます。止めどなく分かたれて人々へ押し寄せてくる分離、電子の乱れ、世界よ、神々よ、あなたが本当にいるなら今すぐここに来て、すぐにここに来て私を抱いて、水の精たちよ、光と音の子たちよ、人の若たれの観念、今すぐ人々から消しなさい。これティナの歌ですね。ティナがそう歌うわけです。この悲しみの分離の世界をずっと続けるなら、あなたは幸せを自ら粉々にする。止められぬ涙に気づいて本当の君に帰れ。本当の君というのは無我の君ですね。万物よ、神々よ、彼らを支えてあなたのその中に返して。あなたのその中というのは真我のことですね。一体の中に返して抱きしめて、大和の男たち、人の女たちを、世界の分かたれた妄想を今すぐ消しなさい。光の者たちも、闇となってしまった悲しき神の子たちも、分かたれた夢をすぐに終えなさい。誰もが愛の現れとして、一体として、すべてと一つとして生きていきたい。そう願っていた。大地へ散った者たちのためにも、今すぐ世界を、すべての者たちを目覚めなさい。ティナのセリフです。水よ、光よ、風よ、音よ、お願い。世界を変えて、愛へ戻して、一体に返して、無我へ返して、すべてが一体の世界に気づいて、愛へ返して。大地へ散った者たちのためにも、すべての者に次ぐ、今すぐ愛へ、帰りなさい。一体へ気づきなさい。すべてが神の現れ、神の子だと気づきなさい。この世界はそれそのものだっていうことですね。そこからずれたものがカルマになります。そこからずれた価値観、考えがカルマというふうになりますね。で、人は苦しみの中に入っていきます。これね、約束のね、2、まもなく配信始まりますね。だいぶいろんなの完成を見せていただきましたけど、まあ1も素晴らしかったけど、下手したら1よりいいかもなっていう人が多いですね。スタッフ関係で見た人たちはね、やっぱりね、ティナのセリフもすごいしね、タケル君もね、すごいですね。まあこの世界が今闇となっている、それはやはりこの世界がね、すべてが一体だ、すべてが一者だ、
すべてが神の夢だ。だからすべてが神の子だ。というね、当たり前な科学的な事実の時にだけね、癒しろ。電子はきれいに回ります。雪の結晶もきれいに。あらゆるものが美しくなります。もしね、分離を信じると、あらゆるものが醜くなります。水の結晶も、雪の結晶も、体の中のあらゆる、ね、水も、DNA も何もかもがね、みんな乱れていきます。それゆえに、癒しろへ帰る。汚れから愛へ帰る。それが何よりも人類の大事な役目です。そうしたらね、千年でも万年でも美しい世界は続くでしょう。それじゃあまた、お相手はたわごとマースでした。またお会いしましょう。リリとたわごとマースでした。